お客さんの笑顔のために、誰にでも愛される中華を探求し続ける広島四川飯店料理長大康則さんの登場です。大さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週は私ならこう作る卵料理編をテーマにお送りしています。今日は大さんにこちらの一品を教えていただきます。春のカニ玉。大さん、カニ玉はね、子供たちに作ったらカニ玉、カニ玉って喜びそうですよね。いや、知らないですいや、なんでですか、一緒に笑ってくださいよ。ちょっと豚キムに引っ張られちゃいました。でもね、とにかくカニ玉は本当人気高いですよね。誰が食べてもね、好きですよね。そうなんです。で、今日は春のカニ玉ということで、菜の花や新じゃが、新玉ねぎなど春の食材もたっぷり使って作っていきます。ぜひ皆さんも食卓に並べてみてください。で、早速教えていただきます。クッキングスタートです。はい、ではまず野菜を切っていきます。はい、はい、まず菜の花です。菜の花、まず半分に切ってやります。はい、今日は 50g の菜の花です。はい、で、まあ、茎の方でちょっと太いところがあれば、まあ、縦に切ってあげましょう。はい、はい、今スーパーでもね、よく見ますよね、出てますよね、菜の花。うん、はい、で、続いて新玉ねぎです。はい、はい、今日半分使います。はい、この新玉ねぎの切り方が今日ちょっと見ていただきたいんですよね。はい、半分に切って、はい、このようにスライス、繊維を断つようにスライスしていくんですけども、このまんま切っていくと長いですよね、一本が。このまんま外側が長いです、ベローンってなります。なので、ちょっと途中まで切れ目を入れてあげて、はい、これを切っていきますね。途中まで入れるんですね、はい、切れ目を。で、すると、うん、はい、どっちだろう、ここ半分に切れてますよね、ここで。ということは長くないですよね。はいはいはい、中はまだ芽が入ってないから、このままの状態ですけど、そうすれば長いのができないで済みます。はい、最初に途中まで切り込みを入れて、はい、こうやって薄く切っていくことで、はい、長さが均等になるんですね。そうですね、はい、で、こうやって切っていって終わりが近づいてくると、やっぱ滑りやすくなるので、はい、それもこれパターンと倒してあげて、同じように切っていきます。はい、はいはい、ごめんなさい、切れませんでしたね。珍しい、大さん。新玉ねぎは水分たっぷりですもんね。そうそう、いいんです。結局同じように切れてればいいんです、別に。はい、そうです。はい、無理したら手を切っちゃいけないんで、無理しないように切っていって、難しくなったらパターンと倒しながら切っていけば大丈夫です。はい、はい、このように切ってやります。はい、はい、確かに、でも均等に切るコツ、これ覚えておきたいですね。はい、はい、続いて新じゃがいもですね。はい、新じゃがです。はい、ね、これも切りづらいですよね。いや、そうですよね。でも本当に玉ねぎしかり、じゃがいもしかり、はい、これも細切りにするので、まず薄切りにしていきます。はい、はいはい、皮はもうついたままで。新じゃが、そうですね、皮薄いのでついたままでいいです。こう切ったらそのまま残ってくれればいいんですけど、包丁についてきちゃうんで、1枚ずつちょっと落としていきますね。はい、やっぱ水分が多いと包丁についてくるんで。新じゃが、新玉ねぎ、本当水分が豊富ですよね。はい、このように薄切りにしてあげて、そしたら今度これを切れば細切りになります。はい、わあ、細い。いや、なんか本当包丁にベルトコンベヤーみたいにジャガイモがついていくのが押し出されて落ちていきますもんね。ね、ついてきますよね、やっぱ水分多いと。はい、なるほど、やっぱ全然違いますね、季節の食材となると。はい、このように細切りにしてあります。で、ジャガイモはちょっとでんぷんを落とすために水にさらしてあります。はい、はい、すぐ色も変わりますね。そうですね、はい、じゃあ今度菜の花をボイルしていきます。はい、はい、お湯が沸かしてあります。まずお湯に塩を少し入れます。はい、はい、で、ここに菜の花です。はい、はい、で、さらに細切りにした新じゃがも入れてあります。はい、ここに新じゃがも一緒に。はい、沸いているところに入れて、まあ、もう一度沸いてくるぐらいのボイルをします。はい、こちら基本の木です。はい、じゃがいもの食感を生かすためにボイルしすぎないようにさっとボイルしてやります。はい、
で塩を入れることによって菜の花の緑も鮮やかに出ますし、食感がなくならないようにサッとボイルします。はい、でもそういえば考えてみたらカニ玉にジャガイモが入ってるって少し珍しい気がします。そうですね、でもまあ春だし、春野菜入れてそれで和えば、それはそれでいいかな、はい、で食感があるんでやっぱり美味しいと思います。このシャキシャキ食感がまたやみつきになりますよね。はい、はい、でも一回沸いてきたかなぐらいでこれを取り出します。あ、もうこのぐらいでいいんですね。はい、さっとでいいです。はい、でザルにあげてちょっとお湯を切っておきますね。はい、はい、はい、そしたら卵です。で今日卵を3個ボウルに割ってあります。はい、ここに下味を入れていきます。はい、塩ひとつまみです。はい、お酒、お酒は大さじ1。はい、で水溶き片栗粉です。あ、水溶き片栗粉が大さじ2分の1あります。はい、はい、水溶き片栗粉を入れることが楽技になります。はい、はい、水溶き片栗粉を入れることで卵がしっとりと炒まりますので水溶き片栗粉を入れてやります。はい、で味を入れたらよく混ぜてやります。この下味っていうのは、はい、あまりしっかり入れなくてもいいんですか？そうですね、今日はあんをかけますので、はい、しっかり入れなくてもいいんですけど、あんをかけない場合は、まあ、塩をもう少し効かせてもいいかなと思います。なるほど、はい、早い、第三の卵溶き早くはないです。そうですか手首のスナップも効いてますね。確かに早い、うん、必殺早いって言いなさいってあっちから合図来たじゃないですか。僕まだ混ぜとかなきゃいけないなって今思いながらずっとあれ、タイさんにも見えてましたか？見えてました。さすがです。まあ、まあさ早く言ってと思いながら。ごめんなさい、遅かったですね、すみません。はい、タイさんが疲れちゃうところです。しっかり混ぜてやりますね。はい、しっかり混ざりました。はい、じゃあフライパンで作っていきます。はい、はい、よく熱したフライパンにまず油をなじませます。はい、はい、そしてまず新玉ねぎを炒めます。まず玉ねぎから。はい、こう玉ねぎを炒めることがうま技になります。はい、はい、まず最初に玉ねぎを炒めて玉ねぎのうまみ甘みを出してやります。まず最初に玉ねぎから。はい、あ、でもみずみずしさも分かりますね。そうですね、はい、この玉ねぎのまた甘みがいい味を出してくれるんですよね。はい、でここでしっかりと炒めたらここでカニ肉を加えます。カニ肉、はい、今日はタラバガニのカニ缶です。お、はい、カニ缶で十分です。はい、100g です。はい、はい、入れてまたしっかり炒めます。はい、こちらもうま技になります。はい、はい、カニ肉は炒めることで臭みが抑えられてさらにカニの旨味が引き出されます。いやー、でもやっぱカニ肉これだけ入ってると、うん、贅沢感ありますね。いや、贅沢ですよ、こんな入ってたら。そうですよね。でもこれ大さん、もし、はい、今回もカニ肉が一番いいと思うんですけど、はい、どうしてもカニカマでしたいって思ったら、うん、どうしたらいいですか？カニカマはカニカマで美味しいんでいいんですけど、カニカマの場合は炒めちゃうと、はい、フライパンにひっついて焦げやすくなるので、はい、溶いた卵に混ぜ込んであげたらいいと思います。あ、じゃあもう事前に卵と一緒にしておいて、はい、で火を通したらいいんですね。そうですね、はい、なるほど。はい、でカニの香りがしっかりと出てきたら、はい、はい、ここで卵を入れますね。はい、いよいよ卵投入です。はい、でさらにボイルした菜の花と新じゃがいもも加えてやります。はい、はい、炒めたらもう強火で炒めていきます。はい、むやみに混ぜるんじゃなくてこうふわっと空気を入れるような感じで炒めてやります。おお、ふわっと優しく、はい、こう混ぜながら火を通していきますね。でも結構こう具沢山なカニ玉ですよね、見てると。そうですね、具がしっかり入ってますよね。そうですね、いつもと違ったイメージのカニ玉ができそうな気がします。わー、でもふわふわ、あー、美味しそうですね。炒めて卵に火が通ったらまずこれでお皿に盛り付けますね。はい、はい、あー、色合いがいいですね。カニの赤と菜の花緑、はい、卵黄色いいですね。春らしいです、このふわふわ感といい、色合いといい。で、
そのフライパンのまんま続けてあんを作っていきますね。はい、はい、このままのフライパンでいいので。嬉しいです、はい、ここにもう一度油を大さじ1/2入れます。はい、で続けてこうケチャップを入れます。まずケチャップからですね、はい、大さじ2、はい、甘酢のあんを作っていきますね。はい、はい、でケチャップを入れてケチャップをしっかり炒めます。はい、こちらがマーザーです。はい、はい、ケチャップは炒めることで旨味が出ますので、まずケチャップで炒めてやります。はい、しっかりとグツグツなったらここに鶏ガラスープが入ります。 70ml です。はい、じゃあ続けて調味料を入れていきますね。はい、はい、まず砂糖です。大さじ2、はい、でお酒です。お酒も同量です。大さじ2。はい、でお酢です。お酢が少し多めですね。大さじ3です。はい、はい、もう味はこれだけですので、ここで一回沸かしてやります。はい、これ最初ケチャップを、ケチャップと油で炒めましたけど、はい、それ焦げちゃうとか心配しなくても大丈夫ですか、ケチャップが。そうです、焦げそうだったら少し油を足してあげるとか、火を弱火にしてまず炒めた方がいいですね。甘酢がまた甘くて美味しいんですよね。はい、でこれ沸いてきたら、じゃあ水溶き片栗粉でとろみをつけます。はい、はい、入れてすぐ混ぜます。ダマになるのですぐ混ぜてやります。はい、で水溶き片栗粉を入れたらしっかりと沸かさないとまた水分に戻るので、ここでしっかり沸かしてやります。はい、もう今私のところにもケチャップと酸のこう甘酢らしい香りが、香り上がってますね。上がってます。はい、しっかりグツグツなってきたらこれをかけてやります。はい、うわー美味しそう。いい出来上がりです。あー、こちら食欲そそりますね。春のカニ玉、15分で完成です。さあ、それでは今日の料理をおさらいしておきましょう。材料はこちらとなっています。料理のポイントです。今日は簡単で美味しいカニ玉を教えていただきました。卵には味付けをするとき水溶き片栗粉を加えておくことでしっとりした卵に仕上がります。それから入れる具材の新じゃがですが、食感を今回は残したいと思ったので菜の花と同じ茹で時間で大丈夫です。玉ねぎもカニ肉もしっかり炒めて旨味を引き出し、卵は優しくふわっと混ぜるように炒めました。熱々のあんをたっぷりかけてお召し上がりください。はい、では青山さん、沖本さん、どうぞ。いただきます。甘酢のいい香りがしてます ね、もう香りからすごい美味しそう。食欲そそりますね、これ。あ、ふわふわだ。おいしい。はい、菜の花とじゃがいもの食感抜群ですね。うん、そうなんです。すごい美味しいです卵のふわふわ感もですし、やっぱり彩りがすごくいいので、目でも舌でもすごく春を感じられますね。そうですね、楽しめますよね。大さん、カニ玉って言ったら、はい、普通グリーンピースを入れることも多いと思うんですけど、そうですね、はい、今回は菜の花、まあ、今の時期なんで菜の花がいいかと思いますね。そうですね、またこのちょっとした苦味もね、また癖になるんですよね。はい、はい、ぜひ皆さんも作ってみてください。さあ、明日はフランス料理の中戸さんです。オムレツとアスパラの卵たっぷりソースを教えていただきます。こちらもお楽しみに。大さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。